ドエムです。くしらせどうぞ。ということで、今回ね、まあ穴からブリンクライブということで、こちらのカード、こちらのデッキに合わせていくカード、まあ、こちらになっております。カーリングフェアリー。まあこれでね、まあデムエンペラーとジャオーガの、まあ、同時一旦で同時に着地するとか、まあ簡単にできるようになります。まあ、さらに飯タッコも入れていくって。やばいやばいやばい。どっから来た。で、こちらに、まあ、ブラキオドランジュとかも入ってるんですけど、このブラキオドランジュ、まあ、カーリングフェアリーがいることによってシブルカウントを達成してから、まあ、ゲンメーベラとブラキオドランジュ、このムーブで、まあ、3コストしか使わないっていう、あ、そうだ、最強ムーブ。で、しかも、ジャオが着地まで、まあ、実数6コスト、ここで。なので、まあ、かなり、フィニッシュの実現性が上がったということで、で、まあ、なおかつガードストライクも大量に入っています。これそうだね。そうで、しかもアップルとかね、あとマカツとか採用できるんで、かなり遅延もねできるので、まあ、実際速いデッキとかちょっとメタできないんじゃないかなっていう感じなんだけど、まあ結構耐えたりするんで、そのフィニッシュが決まってしまえばかなり強いという感じになっております。まあね、こちらね、じゃあまず対戦していきましょう。まあね、ゲンメイペラーはそもそもスペックが高いから、それはそう。まあ、ジャオモンとかキラスターとかにすぐメタルで、キラスター実質もうゲンメイペラー出したら勝ちやし。最初はグッチ、ジャンキーパンチ、アイコイパンチ、はい、先行、まあ、ガガガっすね。ガガガンガガガンガガガガガガガ10個目で1コストホップチュリスターン終了。いや、こういうのめちゃ早いよ。ドロー、じゃあギリギリチックタックで、ポストもここに出しちゃうから、ダチコジュースターン終了。白、じゃあドロー、じゃあガガガチャにして、1コストソニック。で、まあ1コストでギャラクシーがマナに行くと。マナに行きますね。で、まあまあ、一緒にマナに行くと。で、どうしよう。うちこ1点、はい、クレート1点、うんま、あ、終了、うまうんまくん、うんますぎだろ、おいおい、ふざけんなよ。まだ使うんでしょ。そうだね、パイセンチュリス入れてないもんな、これ2コスト、タップ、2コスト、白、色で、ゼルコンで、ゼルコンで、デメルカーします、白。あ、待って、あ、これクリーチャーには得意じゃない。クダチッコ、どうした、クダチッコ、ソニックくん、どうしようか、ソニックくん、ソニックくんハンドで大丈夫よ。ソニックソニックくん、やばいな。一発ちょっとかしげ、1カーリングフェアリーで、シビルカウント達成します。カップインで、1コス極楽、カップタップ極楽で終了します。どう、1コストグレートソニック、1コストギャラクシーブランド。うわ、すげえ。ギャラクシーブランド6000破壊、どうしようかな。いや、破壊でいっとくか。じゃあ、能力で破壊。ギャラクシー2点。やばいやばいやばい。ないです。じゃあ、グレートソニックスピード高は大丈夫。終わりました。最初にギャラクシーで、世界処理したのは良かった。そう、しかも、ガーストケア。うめえ。ガーストケア、うめえ。立て。じゃあ、ケンジ君のデッキ。はい、最初、で、じゃんけん、バッ。先行。行こう。うわ、ね、とてつもなく偏ってるね、この手札は。そう、よし、いきます。そして終了、ドロー。じゃあブラッキーを返し、1コストエルボッタンで、これで埋められたら痛い。ああ、痛い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 。おお、痛い痛い痛い、よっちゃえと。
少し注意。ウォージング。ミカドレオー。でででで。やって1コストヘルプさんが2がつくチパーン。エンドゥー。エンドゥー。アポ、ヒロ。ジャブ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 。ドゥザメの。いただこうかな。ああ、そうだね。どんなこっちか。ドゥザメ違うわ、ドゥザメじゃねえ。俺が知ってるのドゥザメじゃねえ。なんだろう。じゃあいいわ。これ俺が出したかったのドゥザメだけど、ドゥザメじゃない。ギルゴン。ドゥザメとあいつ間違えたしね。ワンステップ。あいつか。まあいい、まあいいや。ヒロ。ドロー。レインボードリー。エッジコースト。ヘリコプターのメモリー。メモリー。さあ。これ作っちゃうしかないでしょ。作っちゃう。はい、じゃあ、とりあえず1コステーションを作ったわけで。じゃあ、ジャパン。バック。殴り毒。殴り毒。ケロ。と。わーはーはーはー。はい。やべ。とりあえず3コスト。メモリー。2個バンストバンスシルトをじゃあ超心理マイナスカースのをチャージ。なるほど。どうなってんだよ。作っちゃおう。じゃあ手でアップになることは感じるのじゃあやっましょう。ジルコンのリソース最強すぎ。どうなってんだよ。どうなってんだよ。チャージどうなってんだよ。やん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 。これ伊崎さん来たらもうただ投げた方がいい。しない。どれ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 まだ2コスト楽勝。せがれせがれ。とりあえず出すだけ出しとくかも早い。全然いかん。出ないよな。そうそう。じゃあ殴っこれ普通に殴った方がもう強いのでは。もう思い始めたよ。殴っちゃう。じゃあ上から剣士キングダム上から2点。殴っちゃう。じゃあ作っちゃう1点。殴った方が強いのでは。うめ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 。あ終了。これ殴った方が強いのでは。ドロー。ここまでメタられる上に手札が揃わないって時点でも終わってるよね。クラックスやってください。クラックス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 あるあるあ、そうだ。逃げちゃいます、逃げちゃいます。ちょっとね、これね、デオダム嫌いですね。ダーダー、出るとだろうね。まあ、トリガー、トリガー。行かれてる。いやジャオガ系。ジャオガな。やっぱ、ジャオガ採用強いわ。攻撃。なぜか、あと、オリジナルの青が。アドバンスだ、これ。あ、そうだ、青。オリジナルのパーツ持ってきたけど、帰るのめんどくさい。最初グルーチケット、はい、どうぞ。先手か。もうええわ。もうええわ。ダメでございました。いや、はいや引けない。引けない。それ結構死ぬやつや。結構しない。脳卒中かと思ったわ。マジで言ってるこれ。何気にうざいやつ。待って、グランドゼロ引けないんだけど。マジ。いや、こうだな。こうえ、こうじくん。おい、メラボルガルはあんま埋めたくないんだよ。しろ。おい、デイヤー埋めたくなかったんだけど、半終了。マジか。さて、これ、ジアルができなくなりました。
ドド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 ドおい、来ねえよ。なんだよ、天の海の9段1枚ってなんだよ。エンドっすか。エンド待って、天の海の9段1枚って何終わっとんな。これ何だろ。ここまで来るとすがすがしいわ。見るんだけどね、こんな揃わないことある。え、入れてるよね。入れてるよ。ちょっと待って、大丈夫。一応大丈夫。アグロ。ニルポン。ワンステ、ニルポン。いきます。シュッシュッ。落とすと。超絶ダッシュ。ガラガラしてもらおう。やべえ、やべえ。じゃあね、どうしようかな。こう、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 こめっちゃ破壊する。何これ。泥試合ハンドゼロだぞ。おい、エンドっすか。エンド泥試合やろこれ。これ何マジで。バリバリですバリバリです。ジロ二度終わってきた。稀にも見ないぞこれ。そう、稀にも見ない。絶対見ないで、アップで。少なくとも俺4ターン目までにはグランドゼロいつも死んでるじゃん。うん、少なくともね。少なくとも事故ってもチケテすらいないって何。全部ここ、え、浮きですら来ないんだけど。で、3コスト支払いますよ。いいよ、いいよ。出るだろこれ。で、終了。ふっ、あえー使えねー。マジで使えねーよ。音がある。使えねーよ。やんない。終わってんな。どうぞ。もっと使え。魔道具ジェム出したら大体唱えてもどうけないから。あの、唱えられるけどコストが絶対マナに置けない数。そうそう、エンド。おかしい。環境には刺さりがいいと。いや、その前に俺が刺さる刺さらない以前にこれは無理だろ。いきまーす。おい、おい、おい、ゴンパル。え、それでもグランドゼロみたいな。2半立てた。あれ待って、じゃあどこにいるの。これこれ、あ、いる。どう、さすがに4入れてるよね。いる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 。うわうわ、ちょうどいい感じ。もうちょっと、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 いい感じに、いい感じな具合にね、いい感じにまとまってる。あれあれこれで、じゃあ、デッキ紹介をします。ということでね、このような構築になっております。うん、まあこれ、まあ、実は、まあ、穴からなんですけど、あの、カーリングフェアリーをうまく活かしたいということで、あの、マガツとか、まあ、それ以外大体、あの、小型は自然で固めています。全部。だね。そうそうそう。で、これで、ね、なおかつ、まあ、回るから、まあ、結構良さげな感じっていうことで。じゃあ、まず、1コスのところから、まあ、セガールですね。セガールは、まあ、あの、赤タンとか、まあ、いろいろ、まあ、広範囲に向かいます。で、こいつ、水から、まあ、マナ行くんで、マナブーストにもなると。そうだね。そう。まあ、いろいろ繋ぎやすい。で、トコシエ。まあ、トコシエは、まあ、そうですね。まあ、GR。まあ、GR とか、まあ、その、墓地利用とかに結構使います。まあ、あの、今のところで言うと、アビスとか。そう、アビスとか。あの、マナに行っちゃうから結構強いです、これ、実は。で、しかも、これガーストなんで、ガーストだから、まあ、受けもできると。まあ、こいつ、強い。強い。1コスだから、あの、カーリングフェアリーの、その、シビルカウント達成も容易にできます、これ。そして、価値上がっちゃうか？とかして、いや、それはないな。めっちゃ最悪してるし。で、極楽鳥。まあ、極楽鳥はね、マジで強い。これ、やっぱ、ゲームには強いね、絶対。しかも、再録されたしね。再録されたし、これ、美味しいです。で、まあ、なおかつ、まあ、これね、あの、
自然で結構固めてるから、まあこの極楽鳥が結構重宝する場面結構あります。そう、まあ、これ、まあ、実質全文明なんで、ここだけ、この漫画だけで、まああの、まあ、で、アプル、アプルはもう本当にメタですね。まあこれ刺さらないタイミングはほぼないんで、環境トップメタ、そう、環境トップメタだから。で、まあ、なおかつあのニコスで、まあ、カーリングフェアリーのそのシグルカンプ達成にもなるし、で、あとガースだしねっていう、まあいろいろあります。まあ、なんだかんだガードマンだしね。でもマッハファイターでアプルを身代わりにするとかね、うん、そうだね、そう、そういうのとかできます。で、マガツカゼ、マガツカゼは、まあ、さらに山札見るとかそういうメタとか結構強いし、あとジャストダイバーと、まあ、ガースであります。いろいろ使えるところ多い。まあそうだね、まあ、そのでもマガツはね、刺さらない対面だったら、まあ、出すことはないかな。シビルカウントにもなんないんでだから、まあ、あの相手見て出すかなって感じですね。まあ、あとガーストが単純に強いですね、このデッキに関しては。で、あとカーリングフェアリー、まあ、これが、まあ、あの結構基盤なんですけど、まあ、こいつで、まあ、あのマナーの数の2位できるんですよ、うん、でもこの極楽鳥だけは、まあ、マナーの数2位なんないんで、まあ、そこは注意してもらって、で、まあ、後で話すんですけど、まあ、この幻明ペラとジャオガのキルプランとか結構できたりしますね。あの一旦出てあげます。で、デザブ、まあこのからだったら入るでしょう、さすがに。まあ語ることそんなにないですね、正直。まあ、でもマスターズそのデドダム出して、あの1コスのこいつらに繋がるっていうのがマジで強いんで、うん、まあ、そういうのとかあったりしますね。まあ、これで、まあ、シグルカウントを一気に達成することもあるんで。で、ジルコン、まあ、ジルコンはもう本当にあの全体状況とかに強い。次だったらわさわさ湧いてくるし、リソースやばいしみたいな、まあ、手札なくなるとき結構あるんで、そういうときに、まあ、ジルコンマジで重宝します。で、幻明エンペラー、まあ入るよねって話で、これは普通に、まあ、あの幻明エンペラーのデッキなんで、これはもともとね、だから、まあ、これはさすがにフィニッシャーは欠かせないと。カーリングフェアリーで、まあ、2個性出るしね、こいつね、バケモン。で、クライマックスジョーガー、まあ、これ新しく入れたんですけど、これね結構強い、マジで。まあ、このカードになると、まああのクレバックス・ジョーが入るよねって、入るよねって、大体入るよねって話なんだけど、入ってなかったんだよ今まで、幻明ペラーこのデッキに。で、俺入れてみたんですよ、したらカーリングフェアリー出すことによって、あの幻明ペラー2個性出ます。で、ジョーがもう4個性出ます。で、まあ極楽鳥がいれば、あのマナの数3マナで済むんだけど、まあ大体実質、まあ、5、6マナでこのムーブができます。で、ここまで行くと、もうね、ほぼ墓地やかなんですよやってることがもうほぼ墓地やかなんですよ、これ実は。まあ確かに、そう。で、ワンチャン、タイミングによっては墓地やかより強い、あの、反撃しながらいけるから。そうだ、で、しかも、こっち対面、あの、うん、そうだ、反撃しながらいけるんで、あと、メタにも引っかからないしね、うん、あれさ、あの、確か、バルカディアネックスは確か、山から見るから任せ引っかかるし、引っかかるね。そう、だから、でもこれは、あの、マジで引っかかんない、どれもほぼ引っかからんっていうような感じなんで、まあ、引っかかるとして、まあ三つ入りとかそんな感じだよね、コスト系。ああ、さすがコスト系。まあそんな感じですね。で、ブラキオドランジは、まあその幻明エンペラーかブラキオドランジどっちの方刺さるかなっていう感じだね。で、ジャオガとブラキオでキルするか、幻明とジャオガでキルするか、まあどっちかのプラン取るかなって感じですね。まあクリーチャー主体だったら、まあブラキオ行くかなっていう感じ。ジャオモン対面だったら多分ブラキオかな、多分キルは最後ゲームで、まあ、最後行くのもありだけど、ブロッカーだしね、うん、まあ、単純にデカブスブロッカーっていうのはで、まあこんな感じですね、まあ、結構あのメタも多く積んでて、あの、まあ、意外とね後半にも落ちかけるようになってるんで、フリ対面があれだね、魂ぐらい、まあ、そうだね、魂のはメタれないんで、そうだね、それ以外は、うん、そうだね、固定したところでっていう、そう、アホタン魂像とかは、まあまず無理っすねまず無理、まあそう、くちばしの方は結構俺変態型すぎてね、そう、結構変態型なんで、まあでも比較的、まあ、メタ多く積んでるんで、あの56ターン目まで意外と長く感じるんだけど、まあ結構早いと実は。 それまでゲームでもう殴っちゃったりとか、上下で殴っちゃったりができるんで、サブプランが取れるようになりますということで、まあね、ぜひね、これ参考にして、カーリングフェアリーうまく使いたいよっていう人はね、このデッキぜひ組んでみて遊んでみてくださいということで、じゃあな、じゃあ